パッパーン、ベトナムフェスティバル2019宣伝部のネルネです。ヒロヨンです。早速ですが問題です。ここはどこでしょう？ヒントはこれこれ。正解は最高。最高最高イエーイ。風がすごいというわけで今日はサイゴンからネルネとヒロヨンがベトフェスの魅力をお伝えします。去年めっちゃ美味しいもの食べたよね。食べたね。これそうそう、バインミー、野菜めっちゃ入ってるし、お肉も入ってるし、なんといってもフランスパンが外はサクサクで、なんかふわふわで、それが最高なの。あと去年水上ショーも見たよね。そうそう、あとは青山ショーもすごくなかった？あれ、うちら今日何着てるんだっけ？タラン、タラン、私たち青山着てます。してまーす。青山綺麗でーす。ダダーン。あとさ、毎年ステージめっちゃ盛り上がってるよね。わかる、すごいよね。あれ有名人？そうじゃない、だってベトナム人めっちゃくちゃ集まってるし、盛り上がり方半端ないもんね。去年はノンラー販売したり、シクラになって撮影会やったよ。ノンラーもたくさん売れたし、大盛況だったよね。今年もノンラー売るよ。こんな暑い日もってこいだから、ノンラーかぶってシクロに乗ればインスタ映え間違いなし。間違いなし。今年のメンバーはベトナム人はもちろん、日本人もベトナム語勉強してるメンバーが多いから、基本ベトナム語 OK。 じゃあベトナム語教えて。 OK。 ベトフェス宣伝部のコーナーではベトナム語講座とかやるので、みんなぜひ聞いてね。グイグー。はい、皆さん、ベトフェスの魅力は伝わったでしょうか？ベトフェスいつだっけ？6月8日9日午前10時から午後8時まで、場所は代々木公園です。私たちはベトフェス宣伝部のコーナーで皆さんを待ってます。お待ちしてます。フィンガープライ、バイバイ。あ、ちょっと待ってた。